DJ インスパイア3の新たなリーク写真が出てきました。はい、どうも、サクールです。今日は2022年7月26日火曜日になります。今日の話題は DJ インスパイア3の話題をしていきたいと思います。まあ、DJ インスパイアというとですね、業務用の空撮ドローンの最高峰ということで、まあ、インスパイアシリーズというものがあります。で、インスパイア2が出てからかなりね、時間が経っててですね、なかなかですね、次のインスパイア3というものがですね、出てこなかったんですが、今回ですね、新たにリーク写真というものが出てきました。こちらの方はツイッターの方で出てきまして、DJI のリーカーですね、リズドローンがですね、シェアしてきたものになります。ではですね、早速なんですけども、そちらの方をね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、リズドローンがツイートしてきた内容になります。インスパイア3ニューリークスということで、こちらの写真ですね。こちらの写真が出てきました。実際ですね、これがですね、インスパイア3と思われる機体なんですけども、こちらのですね、リーク写真が出てきまして、まあ実際ですね、飛んでる映像ということになってます。まあここのところにですね、本体があって、さらにですね、ジンバルがついててカメラがついたというようなですね、まあインスパイア3と思われるですね、リーク写真が出てきました。なのでね、まもなくですね、まあ発売間近というところまでですね、こぎつけてるような形になっていると思います。まあリーク写真としてはですね、以上となるんですけども、以前ですねこちらのですねリーズドローンがですね出してきたツイートの方もですねちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらがですね以前リーズドローンが出してきたツイートになるんですけども、スケジュールですね見ていきたいと思います。2022年ですね、今回ですね出てくるのはこちらインスパイア3と言われているものがですね出てくると思われるんですが、こちらですね2022年の9月にですねこちらのインスパイア3がですねスケジュールとして、ね、出てくるというようなリークをですね、こちらがですね去年の12月ぐらい出してきたですねリーク情報になるんですけど、こちらの方ですねスケジュール進んでいるということになります。こちらの方をですね見ていただけると分かるんですけどですね、こちらのですねミニ3、今ですね DJI ミニ3 Pro 出てきましたけども、こちらもですねほぼスケジュール通りだし、あとですねローニンシリーズ RS3 とか RSC3、まあ、こちらもちょっと、ね、名前変わりましたけども、まあ、こちらも出てきましたと。でですね、あとは DJI アバターのことですね、まあ、4月に出てくるということだったんですが、これはちょっとね遅れてるということですね。でスケジュールとしてはここら辺でですね9月に、まあ、インスパイア3が出てくるというようなですね、スケジュールのリークというものがありました。あと11月にさ、DJI ポケット3が出てくるんじゃないかなということでね、まあこういうふうなね、スケジュールで進んでるんですけども、今回はこちらですね、インスパイア3。まあこちらがですね、9月ということなので、間もなくね、出てくると思われます。もう一回ですね、リーク写真ますけども、こんな感じですね。実際ですね、フライトしてる写真ということで、まあ間もなくかなと思われます。あとですね、同じように、DJI のリーカーの方で、押した LB と、いう方がですね、リークされているものもあるんですが、こちらですね、押したLBが以前ですね、インスパイア3の、スペックに関して、リークしてきた情報になります。こちらの方もですね、今回合わせてちょっともう一回ですね、見ていきたいと思うんですけども、まあ、インスパイア3どういうものかというとですね、まずですね、デュアルのリモートコントローラーで O2 のトランスミッションということですね、そういうふうな伝送がね、使われるということですね。あとですね、シネコアの 3.1 が使われますということと、あとカメラとしてはですね、スーパー 35mm、もしくはですね、それ以上のですね、ものが使われてますということですね。あと解像度とフレームレートに関しては 8K75fps が出るということと、あとですね、6K の 100fps、4K の 200fps ということが考えられております。で、すべてのですね、フレームレートでクロップなしということですね。で、あと、ローで撮れるということと、あとは Apple Pro これです。4444XQ ですね。あと 422HQ で、撮れるということみたいです。あとタイムコードの同期とか、あと ASAP ですね。こちらですね。プロというものが使われるみたいです。あと高性能の操縦とですね、ちょっとここら辺はわからないんですけども、体勢感覚ジンバルっていうものがですね、あって、そういうふうなコントロールがついてるということみたいです。なのでですね、押した LB も方もこういうふうなもので、まあ実際ですね、予想はしてきてるんですけども、先ほど見た写真の通りですね、まあ似たようなものがですね、こういうふうにね、出てきましたよということで、まあ多分間違いなくですね、押した LB が出して
してきたこのですね、予想というのはですね、ほぼ間違いないのかなと思っております。はい、ということでですね、いよいよ定住的には2022年の9月あたりにね、出てくるもので、DJI インスパイア3というものがあるんですけども、今回はこちらのですね、リーク写真がですね、出てきたということになります。まあ、今回はですね、1枚だけだったんですけども、まあ、以前夜間にですね、撮影されたものとかもね、もうすでに出回ってますので、テスト機構のですね、フェーズもですね、かなり進んで、9月発売に向けて、確実にですね、リリースまで近づいているというようなですね、印象を受けております。はい、ということですね、今日の話題はね、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJI Inspire 3のリーク写真が出てきたということで、今回ですね、1枚だけの写真なんですけども、まあ、いよいよ、まあ、フライトのですね、写真というものがかなりね、はっきりとした写真がね、出てきましたので、まあ、間もなくですね、出てくると思われます。で、以前のですね、リーク情報だと、2022年の9月に発売されるというようなこともですね、言われてますし、あとですね、同じ DJI リーカーのですね、押した LB の方も、いろいろとですね、特性の方も、出してきてますので、まもなくですね、出てくると思われます。まあ、インスパイア2が出てきてから、まあ、かなり経ってます。もう本当にですね、3、4年経ってると思われますので、まあ、インスパイア2もですね、もうオキシンクじゃなかったですね。その前のですね、ライトブリッジがね、使われてたものになっております。なので、まあ、オキシンクのインスパイアとしてですね、合ってる方という方もね、結構いらっしゃるので、まあ、インスパイア3がね、いよいよ発売間近ということで、まあ、リーク写真が出てきて、そちらの方ですね、楽しみにされてる方もね、いらっしゃるかなと思います。はい、ということですね、今日の話題はね、以上となります。このチャンネルはこのような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかをしてたりします。もしよろしければチャンネル登録の方と、あとベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただければ、随時最新情報をお届けできますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。